Gアップスプラート。この番組はチャンネル銀河、MTB、他の提供でお送りいたします。Gアップスプラートはラジオは FM サルース、FM 品川、テレビはイッツコムチャンネル10で同時に生放送中です。皆さんこんばんは。スプラートメンバーでお送りする G アップスプラート、今夜はセントフォーススプラートの宮尾レイと山本梨沙でお送りいたします。はい、お願いします。お願いします。梨沙ちゃん久々ですね。お久しぶりです。お久しぶりです。なんとねそう10ヶ月ぶりの共演なんですよ。そう、ハロウィンのね、そう10月30日とかでしたかね。そう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 、第3週とかだよね、うん、朗読劇をやったから、 そのくらいぶりのね共演なんですよ。もう念願のね。そう、これね梨沙ちゃんと私共演したくてってずっとね梨沙ちゃんと、うん、もうそろそろ一緒にやりたいねって言ってたんですよ。話してたんですよね。話してたところ、うん、そのマネージャーさんにね、うん、ごめんなさい、山本梨沙さんとやらせてくださいって、こんなわがままを言って申し訳ないんですけどって言ってお願いしまして、ね、叶えてくださりましたね。そうなんですよ、初めてキャスティングに口を出しました。後にも先にも私だけじゃないかって心配なんですけど。いやいやいや、そんなことないですよ。あ、本当ですか、うん、よかったよかった。やりたいねとか、うんうんうん、どうしてもどうですかとかいうのはありますけど、うん、よく僕聞かれるんですけどね、それはもうマネージャーさんに相談してくださいと。そう、パイソンさんではないですからね、管轄がね、はい、ということで、もう念願の共演です。ありがとうございます。今日目標があるんでしたっけ。そうなんですよ、うん、私ね、最近お母さんがいつも見てくれてるんですけど。ありがとうございます。お母さん、お母さん最近ちょっと気緩んでるんじゃないと。そんなこと言われるの。ちょっと喋り方とかに気の緩みが出てるよっていうお声をいただきまして、それにね重ねて梨沙ちゃんと共演ってなると、うん、もう気の緩みが加速しちゃうじゃないですか。なので私の今日の目標は、うん、気を引き締めて臨むということです。はい、適度に、そして楽しみながら。今引き締まってる。今だいぶ引き締まってる。よかった。ちょっと今からお母さんに電話しいいかな。一回ちょっと確認したいですね、今どうですかって。で、梨沙ちゃん目標ありますか。私は私も久々 の左側、はい、左側司会じゃないの珍しいよね。そうで、相手がレイちゃんということで、気を今ちょっとかなり気抜いちゃってるかな。いや梨沙ちゃんね、気抜いてるの分かんないよ。嘘。抜いてる。でもちょっと今抜けてるかもしれない。よかった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 。確かになんか空気が出てるもんね。この辺からね、この肩ら辺からシューってさっきのなんか落とすなと思ったどういうことだ。はい、ということね、今日31日ですけど、はい、れいちゃんレポート終わりました。私がねインスタグラムで7月31日までの締め切りのレポートがたくさんありますって言ってたんですよ。はい、終わらせてきました。お疲れ様です。無事私夏休みに入りました。おめでとうございます。ありがとうございます。梨沙ちゃん結構早かったよね。梨沙ちゃんは夏休み入るの。うん、早かった。いつぐらいだっけ。20日までのレポートがあったので、ね、私今回は頑張って1週間前にレポートを全部終わらせて、うん、え、嘘でしょ。そんな前もってできる子だったの。え、知らないんだけど。もうレベルアップした。え、ちょっと置いてかれてるんですけど。私ギリギリなんだけど、ずっとちょっと頑張るわ。うん、ついてきてついてきて。そうだよね、うん、いや前回のエマちゃん、うん、もう最初のオープニングトークで夏休み入ったって言ってて、うん、結構早い段階で、うん、だから国学院の子早いな夏休みって思って聞いてたんで、ね、そう、同じ大学だからね。そう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 、エマちゃんに負けないように謎の大学意識。同じ学部じゃないでしょ。違います。違うでしょ。全然違います。梨沙ちゃん法学部だっけ。私法学部。そう、法をね勉強してる感じで、うん、感じで、ね、ちょっと緩くなって緩い緩い気を引き締めて緩い緩い言葉をしっかり伝えていきたいと思います。さすがだね、はい、ちょっと語尾にね力が入って、そうしっかりと気を引き締めていい感じです。さあ
ね、そうやって夏休みに入ってきたわけなんですけれども、はいはい、リサちゃん最近どこか行ってらっしゃいましたよね、うん、あはいそうなんです。私ディズニーシーに行きました、うん、あそうなんだ、素晴らしい、お母さんとね、そうあんまり私親子で2人で行ってるの聞いたことないかも、うん、あ本当、うん、私お母さんと行ったの2回目で、前回はランドだったんですけど、うんうんうん、もうあのチケットを取るのがね今すごい大変で、もう本当に運よく取れたんですよ、うん、そうね、なんかリサちゃんねチケット取れたのすごいねって言ったら、うん、えなんか適当にスマホ触ってたらたまたま取れたみたいなこと言ってて、そうなのそうなの、えそんな簡単に取れるんだっけって話したんだよね、多分もうこの今年中の運を全部そこに使い果たしたかもしれない、そこまでではないと思うよさすがに今年でもねぬるっと取れたんだね、うん、でも本当にあんまり人も多くなくて、そのタワーオブテラーとかも5分とかで乗れたりして、うん、もうのんびりまったり休憩多めで楽しめました。よかったです。あんまりじゃあ、うん、アトラクションは乗らなかったんだ。あ全部乗った、全部乗った、全部あの主要なアトラクションはもう全部制覇して、うんうん、それでもやっぱり並んでないからゆっくりできるんだ。そうそうそう、結構ね普段のディズニーシーだとね、うん、並ぶじゃん。そうそうそうなの。いやよかったね。あれいちゃんもね、そう家族でね、ちょっと前にね3姉妹で、うんディズニー行ってきまして、うんうんうん、ディズニーシーだったな私も。あ本当。でもねソアリン乗れなかったんだよねその時。乗れなかったの？そうちょっとね油断してて、うん、あれチケットを事前に取らなきゃいけなかったんだよね。アプリでね。そうアプリで取らなきゃいけなくて。エントリーして。それをね取り損ねちゃって、うん、そうなんですよ失敗しました。ソアリンどうだった？めちゃくちゃ感動する気しますよね。ね、そう私まだ乗ったことないのよソアリン。そうなの。もうあのねあの終わるたびに毎回拍手が起こるの。拍手が起こるアトラクションなの？そう、へえ。お母さんが初めて乗ったんだけど、うんうんうん、今回もう本当に感動してた。えそれ聞いたら余計行きたいね、うん、えでも私次ランドが行きたいんだよね。ああランドの新しいやつもう、ね、行きたいの。どっちも行きたいんだけど今はランドの方が行きたい欲が強いんだな。美女と野獣があるしね。そうなの、うんうんうん、どんどんね多分私が行った時からどんどんアトラクションがね増えてるんだよね、うんうん、そんなに増えてるの？えそうなんですよ。私が最後に行ったのランドに、うん、高校3年生えだいぶ前だね。そうなの。だから結構変わってるんだよね。そうだね。そう私も美女と野獣は行きたいなって思って、ね、行きたいよね、うん、今度行こうね。え行こうね俺僕はねあの23歳の時が最後ですから。ええ21年間行ってないんですけどえ27年間それすごい。21年間ね。1か1か、それ言ったらびっくりするでしょう ね、 ね違うんだろうね。だいぶ変わってると思います。数年で違うんだもんね。うんそうだと思います。キャプテン EO とかね大丈夫知らないよね。キャプテン EO、 EO マイケル・ジャクソンのアトラクションとかあったりとかね、私全然わかんないね。知らない。そうなんだろう。バブルス君が出てたりね、うん、全然わからなくてしますけどあれ勝ってる ね、 ね猿なんだけどね。あチンパンジーか。あのドラゴンボールの海王様のバブルス君かと思った。まあ視聴者の方はね多分分かってらっしゃると思うのでぜひ、ね、素敵ですよね。あれね、はい、ディズニーだけじゃなくてさ、うん、静岡も行ってなかった？そうなんですよ。私家族とドライブして、うん、あの静岡のお墓参り、あおじいちゃんのお墓参りのついでにそのドライブをしまして、うん、足の子ね、行ってまいりました。足に会えた？そう。先生いるの足？そう私ね、あのまたねこれもインスタグラムに足の子に行きましたと投稿したら、うん、リサちゃんがアッシーに会えたってコメントしてくれて、あそういえば足の子のね発祥ってアッシーだったね。そうそう。えそうだよね。そうだよね。そうだよ。私何も考えずに。あ足の子といえばアッシーと思ってコメントした。リサちゃんはそこすぐつながったんだと思って、私はあの忘れてたそういえばって思いました。写真にさ、うん、なんかさ静岡茶コーラみたいな。そう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 。でさ私コーラ大好きなんだけど、うん、あれコーラなの？なんかそれでね妹と2人で、うん、これは何味なのかって言って飲んだわけ、うんうん、そしたら結局なんかね普通のコーラ味だった、なんかちょっと後味が気持ち甘いかなとは思ったんだけど基本普通のコーラだった。見た目と、ね、違って。そうなの。そうだったんだ。そう緑なのにね。そう緑だったのに。だからリサちゃんもねぜひ行ってみて、うん、あの買ってみてください。次絶対飲むじゃんコーラ大好きだからね。大好きだからコーラのお供はねポテチかな。そう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 
いいね、昔はあの山本さんにはコーラとポテチあげとけば大丈夫みたいな。簡単だな。コンビニですぐ手に入っちゃう品で、そう、うん、そうなすぐ喜んじゃうから ね、 なんかねご褒美にはじゃあコーラとポテチあげないとね。待ってます。髪の毛もサラサラになったことですし、服毛矯正も3時間やってね。そう3時間やってサラサラになりました。今日はアップデートされたリサちゃんとお送りしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さあ今夜の選曲のテーマは、はい、クールジャパンの日ということで、うん、クールジャパンを感じさせる曲です、はい、私たちの選曲をお楽しみにしていてください、うん、はい。さあそしてマイプレゼンテーションは朗読劇となっております、うん、私たちが演技を披露していきます。さらにサイコロトークや約1年ぶりのベストフレンドクイズと盛りだくさんな内容になっております、うん、ベストフレンドクイズちょっと楽しみだね。ちょっとドキドキです。私今日予習してこようかと思ったけど、うん、それは野暮だなって思ってちゃんとね勉強せずに来たよ。本当、うん、真っさらな状態で。真っさらだね、うん、私もだよ。頑張ろう。そういうことで今夜もイッツコムスタジオタマプラザから生放送でお送りします、はい、それでは今夜のオープニングナンバー宇多田ヒカルでワンラストキスをお聞きください。
お届けした曲は私宮尾レイが選曲しました。宇多田ヒカルでワンラストキスでした。今夜も始まりました G アップスプラウト。毎週私たちスプラウトメンバーがアナウンサーとしてのスキルアップを目指して様々なコーナーにチャレンジしていくバラエティあふれる番組です。ファッション、フード、朗読劇、カルチャーなどを紹介、週替わりのテーマに沿って私たちがプレゼンします。この番組はラジオは FM サルース、FM 品川、テレビはいつこむチャンネル10で生放送、 YouTube ライブでも同時に配信中です。またスマホアプリ FM プラプラでもお聞きいただけます。 G アップスプラウトでは皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージは E メールで msg@fm-saluse.jp msg@fm-saluse.jp または FM サルースホームページのメッセージフォームから、いつこむチャンネル10をご覧の方は画面右下の QR コードからお送りいただけます。はい、ここでリスナーの皆さんからたくさんのメッセージをいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。それではメッセージ、お名前若宮大地さんからいただきました。ありがとうございます。宮尾レイさん、2回共演山本梨沙さん、天、はい、の声パイソンさん、こんばんは。こんばんは。2人とも去年10月ハロウィン朗読劇以来のコンビです。はい、明日から8月ですね。今夜のマイプレゼンテーションも、いつもだと第3週恒例朗読劇が、今回は関東コンビで7月2回目朗読劇が楽しみです、ということです。嬉しいですね、5週目もやらせていただけるなんて。ね、そうなんですよ、ね、結構ね朗読劇やらせていただいて毎回テイストが違うので楽しいですね、うん、楽しみにしていてください。ありがとうございます。はい、では続き読みます。ラジオネーム哲也さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。レイさん、リサさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。東京オリンピックでメダルを獲得した女性アスリートの試合中と試合後の顔つきの違いにギャップを感じることがあります。お二人は何かすごいギャップを感じる体験をしたことがありますか、とのことです。そうですね、あるんですか。逆にリサちゃんは私のギャップ感じたことある？なんか写真が逆に、逆質問しちゃいましたけど、レイちゃんのすっぴん、うん、そう、どういうこと、ごめんごめん、すっぴんのじゃない、はっきり言った方がいい、すっぴんのだと皆さん想像力が鍛えちゃうからね、山本さん、教えて教えて、わかんないわかんないわかんない、分かんない、フェイクニュース今のびっくりした。リサちゃんあれだよね、多分小学校6年生の時のインスタグラムで写真を公開した時がすごいすっぴんの写真だったから、ちょっと言葉を間違えた。そう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 、ギャップがあったんだよね。まあ、もしかしたらすっぴんの写真もギャップがあるかもしれないけど、あの小学校、まあ、違う、ね、あの聞いてください、聞きます、皆さん聞きましょう、はい、聞いてあげましょう、ね、ここはあのすっぴんって、あの顔じゃなくて、うん、髪の毛、あ髪の毛、あの私レイちゃんの髪の毛がすごいボサちょっと笑っちゃってるためになっちゃう、ボサボサのレイちゃんの髪の毛私は見たことがあるんですよ、うんうんうん、あ、そうなんだ。その時にいつもキリッとしたこんなクールビューティーなレイちゃんが、あこんなボサボサでズームの画面上に現れるんだっていう衝撃を受けました。なるほどね、そういうことね、はい、皆さんあのそういうギャップがあるそうです。よろしいでしょうか。山さんは、山さんのギャップは、いや、リサちゃんは、うん、ズームの時にそのメガネをかけて登場したことがあって、うん、そのメガネがすっごい度が強いんですよ。だからすごい人時代前のなんか、なんだろう、ガリ弁の女の子みたいな、すっぴんで、それだから、うん、そのすごいガリ弁臭がすごかったっていう。じゃあ、キテレツ大百科の弁蔵さんみたいな。本当に本当に度が強いんですよ。そう、目が悪いの。そう、コンタクトで、コンタクト入れられないみたいなことだったらしくて、うん、メガネをつけてたんですけど、うん、すっすごい度が強かったです。すごい衝撃的だったんだね、それで。そうそう、びっくりした。弁蔵さんがね、弁子ちゃんだったんだね。さあ、ありがとうございます。続いてのメッセージいただきたいと思います。はい、ラジオネーム川島さんからいただきました。ありがとうございます。宮尾さん、山本さん、こんばんは。こんばんは。お二人ともショートカットなのでお伺いしたいことがあります。はい、ショートカットで得したこと、損したことを教えてください。
思いつくのは髪の毛を乾かす時間がかなり短縮できることだと思いました。いただきました。あ、でもそれで言うと、はい、あの髪の毛短いとドライヤーを1回でもサボると、うん、次の日の爆発具合がすごいわかる。そうなんだよね。ズームで見たやつ、そう、ズームで見たやつ多分前日髪乾かさなかったんだよねでもそのレイちゃんと比にならないくらい私は爆発しちゃうんですよ、うんうんうん、だからね、宿毛矯正もかけたんだよねそう、そうね、サラサラになる、ね、全ての話がつながっておりますさあ続いて最後のメッセージお願いいたします。あ、いや、もうさっきまで最後のメッセージは、ね、ありかな、皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございました。さあそれでは早速早口言葉にチャレンジする G アップツイスター。さあ今夜も番組スタッフパイソンさんが作った早口言葉、楽しみですね。楽しみです、はい、さあでは私がね、まずゆっくりと読んでみたいと思います、はい、魔術師魔術修行中、こちらを3回ですね、はい、そうですよ、難しいですね。そうです、今日は ね、あのハリーポッターの作者さんの誕生日なんですよ。え、そうなんですか。そうなんだ、からちょっと魔術とかね、れいちゃんもね、ハリーポッター好きだしね。そう、ハリーポッター大好き、これ言いたいね、うん、でこれでもいけそうですか、早口言葉。も、 もちろん得意ですもんね。ヤマリさんはね、早口言葉得意なんです。あげて、あげてくるんですよ、ミナオさんは。楽しみですね。じゃあね、早速、ね、私が先に行きますから、はい、リズムに合わせてやっていきましょう。それでは、ミュージックスタート。ここがいつも緊張するんですよね、うん、このリズムに乗れるかなっていう、ね、これも結構早く言わないと3回だからね、追いつけないよ。いけるかな。大丈夫だよ、次だよね。見やれいね、見やれい、頑張って、はい、魔術師魔術師修行中、魔術師魔術師修行中、魔術師魔術師修行中。お、まあ、ね、まあ、ね、どう、でもどう、難しい、難しいさあ行きましょう。頑張って、せーの、魔術師魔術修行中、魔術師魔術修行中、魔術師魔術修行中。お、いけましたね、結構2人とも簡単だな、これ。よかった、思ってたより。いや、でも私言えてた、言えてた、本当に、うん、あ、じゃあお互い成功です。やった、握手、もう完璧ですね、うん、ありがとうございます。それではかなりこれでね、ウォーミングアップもできたので、はい、このままマイプレゼンテーションに行きましょう。今週のテーマは朗読劇。さあ毎月第3週の朗読劇ですが、はい、なんと今夜は特別に東邦学園さんの朗読劇をお届けします、うん、やった、イエーイ、すごいです ね、レアですよね、第5週も演じられるなんて、ね、はい、ということで、うん、なんといってもこちらは東邦学園生徒さんの朗読劇台本におかげですから、す、ね、いつもありがとうございま す、もう本当に最近お世話になっております。とってもお世話になっております。ありがとうございます。進行役だからちゃんとはっきりと言えるねどういうことでしょう今日はね、気締まってるからね、そんな人に感謝して、本当にね、東邦学園さん素晴らしいんですよ、うんうん、ね、今回ね、うん、なんで5週目朗読劇かというお家を聞きますと、はいはい、そうなんですよ、台本をね、いつも送ってきてくるんですけど、うん、今回2本ありました、4月朗読劇、でもね、うん、2つとも素晴らしかったんで、東邦学園さんにお願いしてですね、あの2本とも5週目があるんで、はい、やらさせていただけないですかという快諾いただきまして、今回5週目もやらさせたことになったんですね、嬉しいですね、ありがとうございます、ありがとうございます。毎回ね、いろんな、うん、はい、話がありますから、はい、今日はどんな朗読劇なんですか。はい、私から紹介していきたいと思います、はい、今回の朗読劇タイトルは離れ離れになっても、作者は虹木野誠さんです。東邦学園映画専門学校小説創作科2年生です。では気になる登場人物をリサちゃんが演じることを教えてください。はい、私山本リサが演じるのは肥後愛菜、15歳、はい、中学生です、うんうん、ハキハキとしたリーダーシップを取るタイプの女の子です。はい、はい、れいちゃんは。はい、私宮尾れいが演じるのは恩田光、15歳中学生、引っ込み思案でおっとりしています、うん、なかなか本音を言えないタイプなんです、うん、では気になる朗読劇のあらすじをりさちゃんお願いします。はい、朗読劇離れ離れになってものあらすじはですね、はい、光とマナは小さい頃から一緒に育ってきた幼馴染です、うんうん、中3のクラス行事で七夕に短冊を飾ることになりました、はい、放課後マナは光と
織姫と彦星の話になり、な願い事を何にしたか聞き合います。うんうん、マナが書いた内容を話すと、それを聞いた光に一抹の不安が浮かび上がりました。おお、すごく気になる内容になってますね。うん、引っ込み思案な私がね演じる光っていうのがポイントですよね。うん、そうですね、そうなんですよ。これもね、またハキハキとしたリーダーシップはレイちゃんっぽい感じなんですけどね、普段の感じだとそうだよね。はい、うん、そうだよね、そう自分で言ってね言ってますけれども、でもやっぱここはねギャップでしょ。そうなんだよね、これギャップ。こちらいつもパイソンさんが配役してるんでしたっけ。そうです。いつもね、はい、私っぽくない役をね配役してくれてるんですよ。で前回は妖精さんだったもんね。そうなんですよね。やっぱね実際のこうなりたいっていう欲望があると思うんですよ。うんうん、やっぱそれね、やっぱ自分の今の自分じゃないものになりたいと思うので、うんうんうん、やっぱその方がねやっぱ感情移入できるかなと。うん、自分に近いものよりね。ね、いつもいろんな役やらせていただいて、とっても今回も楽しみなところです。はい、でこちらはね七夕の物語ですので、うん、皆さん少し時を戻して聞いてみてください。はい、ではそろそろ準備大丈夫ですか。はい、もちろんです。はい、じゃあ行ってみましょうか。はい、それでは朗読劇開演します。光、一緒に帰ろう。うん、いいよ。光はクラスの七夕行事で使う短冊どうした。まだ全然書けてないんだ。マナちゃんは。私はもう書いた。すごい、そんなにすぐお願い事なんて思いつかないよ。マナちゃんは幼稚園の頃からこういうの考えるの得意だったよね。えへへ、逆に光は昔からこういうの苦手だけど、物を作るのは得意だったじゃん。そんなことないよ。あるよ。あ、準備できたなら帰ろう。七夕ってロマンティックだよね。確か織姫と彦星が年に一度だけ天の川で会うことができるんだっけ。そう、離れ離れになっても愛し合えるなんて素敵じゃない。そうだね、いいな。ん、うん、それでマナちゃんのお願い事は何にしたの。高校でも光と仲良くできますように。え、ほら私たちずっと一緒に育ってきたから、高校でもこんな感じの仲を続けていけたらいいなって。そうだね。高校に入ったら部活何にする。そうじゃなくて、あのん、そのあのね、光どうしたの。ごめん。ごめんって何が。ごめん、ごめんね。ちょっとどうしたの。落ち着いた。うん、ごめんね。もしかしてだけどさ、私と同じ高校なの嫌。うん、違うの、嫌なんじゃなくて。じゃあどうしたの。実は私、家の事情で高校は別のところに行こうと思うの。え、私も納得してそっちの高校に決めたんだけど、マナちゃん私と一緒の高校に行けるって信じてるみたいだったから、言い出しにくくて。ごめん、私光とずっと一緒にいられるんだって信じて子供みたいにダダこねてた。言い出しにくかったよね。ごめん。うん、別の高校行っても連絡するし応援するから。ありがとう、私も連絡するね。あ、そうだ、思いついた。何を。短冊に書く願い事。お、何何。織姫と彦星のように離れ離れになっても何年経ってもマナと仲良くできますように。私と同じだ。ねえ、指切りしよう。いいよ。指切り幻満、嘘ついたら針千本のます、指切った。
ということで朗読劇お送りいたしました。いかがでしたでしょうか。よかったです。本当ですか。今回ちょっと難しかったよね、うん、この泣く演技っていうのがあったから。気持ちがね、はい、悲しい、ね、悲しい。ちょっとね、うん、でもよかったよね最後にわだかまりがね、うん、誤解が解けて、ね、そうよかった。やっぱり二人の友情はずっと続きますから、うん、そうそうそう。いいですね。一番近くで聞いていたパイソンさんはいかがでしたか。あのね、もう二人の演技がねちょうどいいね。本当ですか。ちょうどいいですよ。素敵。 あのねすごい上手いとかそういうんじゃないですよ、うん、演技のレベルはねこうなんてこうお互いがこう絡み合ってこう、ね、こうユニゾンだよね音楽だったら。とても良かったですよこれね。二人でやることがとてもいい朗読劇だったんじゃないですか、ね、よかった。で何点ですか。何点ですか。欲張るね。最低までね。欲しがるね。それじゃあ120点満点で、ね、言わせた感はあるけどね。まあそれ以外言ったらねちょっと怖いからね。30点ですとか言って、ね、赤点じゃんって、うん、言ったらさ何を思われるか分かんないからさ、もうね、やめてくださいよ。120点です。言わせた感がね出ちゃいましたけれども、ね、その120点を取るにはやっぱこれですよ。そのうちの90点はやっぱ台本ですよ。いやもう本当にその通りですよ。私たちこんな一からさ作れないよね、うん、設定から、ね、セリフから ね本当に。二次のさんね今回初めてですから。え、そうなんですか。そうですよ。今回あの第3週目の方も初めてです。あ、そうなんだ。新しい方がもう才能がもう東学園さんそれ爆発してますよ。うん、錦野さんのおかげで120点も。そうだね。ありがとうございます。だってさっき70点80点は、うん、90点ね。90点。じゃあ私たち30点じゃん。赤点じゃん。赤点赤点。気づいた。今気づいた。本当だ。今気づきました。やだ。まあまあまあそんなことないよ。楽しくやりましたからね。もうよかった。もう140点だよ。240点。増えた増えた。よかった。ね、これ私たちね、この朗読劇が去年の10月そう以来だったからね、うん、またやっぱり楽しいね。楽しい朗読劇は、うんうん、今日は人間だったね。今日は人間だった。今まで結構妖精役とかが多かったのでね、うんうんうん、また今回人間になることができてよかったです。しかもね、妖精役以外にもね結構ね子供役が多かったのよ。無邪気な感じのね。そうだから今回はようやく中学生になれたということで、おめでとうございます。成長が次は大人かな。大人やりたいね。あとはパイソンさんの配役次第かな。まあね、大人やったらそのまま見た目もね、見た目大人だからね。中身子供だからさ。頭脳は子供。そうなんです。あんまりクールじゃないんですよね。それをさギャップのところで言ってくれればよかったのにね。リサちゃん急にすっぴんって言うから視聴者の方がえみたいな。ごめんなさい、あれは完全に私が 120% 悪かったです。いやまあね、あんなめちゃめちゃ笑ってるリサちゃんを見る機会なかなかないですからね。 G アップスプラウトで今日は私のキャラが崩壊する日。キャラ崩壊までとは言わないけど新たな一面をねお届け、私引き出せてるんじゃないかなと思って。そうだ、ね、引き出せてるね。嬉しいな。とてもよろしいですやっぱね。そう、もう演技もね新たな一面ですし。そうです、ね、今日いろんな新たな一面見るかもしれませんよ、はい、楽しみだな。ありがとうございます。というわけで東邦学園映画専門学校小説創作科2年生二次期の誠さん執筆による朗読劇離れ離れになってもと私たちの演技はいかがでしたか。来月の朗読劇もお楽しみに。それではここでニルヴァーナでオールアポロジーズをお聞きください。
お届けした曲は8月の MTV マンスリーリコメンドアーティストニルバーナでオールアポロジーズでした。サイコロトーク。才色兼備を目指す私たちアナウンサーにとって、この先紆余曲折、予定調和だなんてことはあるはずもないのです、はい、そこでこのサイコロに運命を任せ、出たお題で投下していきます、はい、ではリサちゃん、今夜のお題を紹介してください。はい、今夜のお題は私が使いたい魔法、マジバナ、私の最高記録、ギネバナ、私の読書感想文、読バナ、私とアニメ、アニバナ、私と夏休みの宿題、宿バナ、そして当たりは、当たりは私たちのツーショットチェキをリスナーにプレゼント。それではリサちゃん、早速サイコロを振りましょうか。はい、まあ、さあ当たり出るかな早かったね、コロコロってどうぞ。はい、私と夏休みの宿題。はい、さあ最近のね、宿バナですね。宿バナですね、当たり出ませんでした、はい、ね、はい、すいません、はい、じゃあ宿バナお願いします。はい、私宿題は最後に貯めるタイプなんです。本当に。そうなんだ。れいちゃんはどう、うん、めちゃめちゃ貯めるタイプだよそうなんです、私もすっごく最後まで貯めるタイプで、はい、それこそここの話にある読書感想文とか、うん、あと1日1回音読をするチェックとか、 あったね、はい、あと自由研究とかも一番最後の最後まで貯めておくタイプだったんです、うんうん、なので8月30日と8月31日は宿題の日っていうのを必ず作ってそこの2日間でやるの。そう、全部やるなかなかハードだね。ハードだな、うん、音読もその2日間で1ヶ月かけてやるはずだったものを30回やるの一気に読んでお母さんにチェックをしてもらうっていうのをやってて、ね、それがすごく痛い目を見たのが、うん、高校の時で、高校の時部活動で宿題チェックっていうのがあったんですよ。はい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 、こう私にとペアになっている先輩がいて、うん、先輩に私が宿題をどれだけ進みました、もう提出するのに問題ありませんっていうのを先輩にしっかりチェックをしてもらって、で先生にまとめて提出するっていう、そのハンドボール部の決まりがあって、ちゃんとしてる部活だね。そうなんです、文武両道なんだね。いやでも本当に貯めるタイプなので、うん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 、最後の最後までやらず、その宿題チェックが夏休みの終わりの1週間前くらいにあるんですよ、はい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 、なのでその1週間前の2日日付がずれただけじゃん宿題チェックの。それで部活終わりに一生懸命ワークを埋めるっていうのをずっとやってましたなるほど、まあ、でもやっと成長してですね、うん、大学生に。そうだよね、さっき番組冒頭で言ってましたよね、はい、大学生になった今は課題を1週間前に終わらすっていう、いや、まあ、すごいスキルを身につけたので、いや本当にそれはすごいよ、はい、本当にすごい、私も見習いたい本当に見習いたい。でもさすがに音読30日分はないでしょそれはないかも。よくお母様チェック入れてくれたね優しいよ ね優しいよね15回分ぐらい多分聞いてないあ、まあ、そうだね、洗い物しながらとかさあそんなね、そんなリサちゃんの夏休みの宿題の話でした。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて私行きましょうか。はい、当たり出して。当たり出るかな。出ますように。何ですか。私の使いたい魔法です。パチ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 。はい、私の使いたい魔法は一瞬で化粧、洋服の身支度を全て完了できる、あ欲しい、プリキュアのような魔法ですメイクアップって言ったらもうすぐにすぐに外に出られるような魔法が欲しいです。いいメイクアップみたいなね。そうメイクアップ、もうセーラームーンでもいいんですね、うん、もうなんかそういう感じでパッとね、本当に身支度をしたくない私だいたい遅刻する理由ってなんか化粧をなんかゆっくりとやっていたら、うん、いつの間にか、ね、あれれっ
って遅れちゃうことがあるんですね、はいはい、なので本当にね身支度が多分一瞬でできたら私もスッて出かけられるはずなんですよ。そうだね、はずなんです、ね、朝起きてねこうやってパチンって指鳴らして、そう指鳴らしたら洋服まで着替えられちゃって、うん、お化粧までしてくれ、うん、そして髪の毛もっていうのがあったらいいなって思います。めちゃくちゃいいですね、そうなんですよ。いいちょっとねどこでもでドア的なすぐに瞬間移動できるっていうのも考えたんですけど、うんうん、まずその前のね身支度の方がいいなと思って選びました。これこそれいちゃんの意外な一面なんじゃないですか。物臭な、ね、一面がね可愛らしいですよ、ね、可愛らしいって言ってくれるだけ花ですね、うん、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということでサイコロトーク楽しかったですね。はい、はい、リスナーの皆さんに私たちの新たな一面を知っていただけたら嬉しいです。それではワンオクロックでウェイステッドナイツをお聞きください。お届けした曲は私山本理沙が選曲しましたワンオクロックでウェイステッドナイツでした。ベストフレンドクイズ。アナウンサーのスキルアップのため2人の友情を確かめないといけません。そこで今夜は宮本さん山本さんにベストフレンドクイズを出題します。はい、緊張します ね、 ドキドキ。緊張するよね、うん、本当に仲がいいのかそれともですねはたまた SNS のフォロワーさんを増やしたいだけのビジネス友達なのか今夜発見します。皆さん楽しみですね。今回のクイズは宮本さんと山本さん一人一人に相手に関する3択クイズを5問出しますので、はい、30秒以内に答えてください。はい、より多く答えた方が勝ちです。全問正解を2人ともすればですね、なんと、うん、
こちらあのチェキのチェキではなくてですね、はい、あの生写真をプレゼントしますので、ね、結構大きめの、はい、L 番ぐらいですね、はい、こちらの写真をですねこちらですプレゼントしますので、はい、サイン入りですよこれ、うんうんうん、プレゼントしますのでこちらの方お楽しみください。頑張ります。はい、もうちょっと罰ゲームとしてですねモノマネもリサーさん披露してみますよ。はい、はい、それでは準備はよろしいですか。はい、それではまずはじめに山本さんへ宮尾さんへのクイズを5問出題します。はい、全問正解ならエクセレントですね、本当のベストフレンドです。それではベストフレンドクイズスタート。第1問、宮尾さんは3姉妹ですが、はい、俗柄は長女、次女、三女。長女です。はい、ミス整形コンテスト2009で宮尾さんステージで披露したモノマネはのび太、中世の騎士、ハリーポッター。ハリーポッター。はい、宮尾さんの中学の部活は、中学高校の部活ですねテニス、バドミントン、卓球。テニス。山本さんと初共演の時に宮尾さんが放送に終わるまで山本さんと何になりたいと言った。友達、友人、マブダチ。マブダチ。宮尾さんが好きな食べ物はグミ、チョコレート、パイナップル。グミ。おお、すごい。すごい、5問正解です。すごい、やばい、だんだん近くなりましたね。やった。テニスギリギリだったね。山本さんは5問正解ですから、宮本さんも全問正解しないと引き分けにならないですからね。はい、かしこまりました。はい、それではいきますよ。ベストフレンドクイズスタート。第1問、山本さんの飼っているのワンちゃんの名前は小次郎、小太郎、そらじろう。小次郎。山本さんの中学の部活はバレーボール、ハンドボール、バスケットボール。ハンドボール。山本さんの好きな映画はピカチュウ、セカチュウ、イナチュウ。ピカチュウ。何それ。前回のハロウィンで山本さんがしたコスプレはマリオ、ダルメシアン、ピカチュウ。ダルメシラン、ダルメシラン。はい、山本さんが無人島でたった一つだけ持っていくものとして答えたのはグミ、チョコレート、パイナップル。チョコレート。あー、ということで難しかった。難しかった。セカチュウだ。セカチュウですよ。世界中心で愛を叫ぶ好きな映画ですね。ということで山本さんは5問正解。やった、おめでとうございます。ありがとうございます。うわー、悔しいな。ということで皆さんね、4問ですから悔しい、どうぞ負けでございます。はい、かしこまりました。何のモノマネをしてあげますか。タイトルコールにって、うん、少しアレンジを加える山本リサ。やだそれ。いいですね。お願いします。それではタイトルコールで少しアレンジを加える山本リサさんをどうぞ。 G アップスプラトありがとうございます。やってた。ぜひ確認してみてください。はい、ということでね、はい、宮本さん、山本さんね、これで友情深くなりましたね。なりました。もう二人がね、ベストフレンドことがこれよくわかりました。はい。では次回のベストフレンドクイズもお楽しみに。はい、曲紹介お願いします。はい、それではサンボバスターでラブソングをお聴きください。
今夜のラストナンバーはサンボマスターでラブソングでした。さあリサちゃん、はい、今夜も楽しかったですね。楽しかったですね。とっても楽しかった。もう、ね、最後のが本当に悔しい。悔しい。何でしたっけ、ピカチュウ、セカチュウ、なんでしたっけ、イナチュウ、ね、イナチュウ。いや悔しいな。でもね、うん、私たち4問正解5問正解で、うん、一応ベストフレンドとしてパイソンさんの認定をね、うん、いただけたので、た、はい、こちらチェキプレゼント OK ということです。生写真だ、チェキじゃなくて、はい、イエーイ。エルバンですからね、いつものチェキが大きいですから。そうそうそう、大きいんですよ。しかもパイソンさん綺麗にね印刷してくださったんで、はいね、お楽しみにしていてください、はい、またツイッターでお知らせしますので、はい、皆さんよくチェックしておいてください。待ってます、応募待ってます。だいぶ白熱しましたね。白熱したね。今日はなんかもうずっと笑いっぱなしだったね。いや笑いっぱなしだった。よかった、マネージャーさんに頼んでまたお願いしちゃおうか。お願いね。必ずねお礼のお言葉を言っておいてくださいね。マネージャーさん、いつもお世話になっております。これからもよろしくお願いいたします。お願いいたします。添えていきたいと思います、はい、ではそろそろお別れのお時間です。はい、皆さん、この番組には公式ツイッターがあります。私たちスプラートメンバーもつぶやいていますので、ぜひフォローしてください、来週の出演者もツイッターでお知らせいたします。アカウントはアットマーク G アップスプラート、アットマーク G アップスプラート。また YouTube ではこの番組の動画がアーカイブされています。 YouTube で G アップスプラートを検索してください。はい、ここで G アップスプラートからお知らせです。私たちと一緒にコラボレーションや番組を盛り上げてくれる企業やお店を募集しています。詳しくはメールアドレス fm841@fm-sarus.jp fm841@fm-sarus.jp です。さあそれでは、ね、すごいご応募待ってますよ皆さんね、はい、お待ちしております、はい、もうねおまけコーナーもねこの後 YouTube で少しだけ対応させていただきますからね、はい、4分ぐらいね楽しみですよね、はいはい、皆さんぜひ最後までYouTube ライブをご覧の方ぜひ最後まで聞いていってください。それでは、はい、お別れの時間となってきました。あっという間だね、本当にね、あっという間でした。はい、ありがとうございました。今夜のお相手はセントフォーススプラウトの宮尾レイと山本梨沙でお送りいたしました。それでは皆さん、さようなら。バイバーイ。バイバイ。この番組はチャンネル銀河 MTV 他の提供でお送りいたしました。